私、どうしてもお祝いを言いたくて。おめでとう、まことちゃん。素敵なステージでした。ありがとう、シーカ。シーカにそう言ってもらえるってことは、僕もそこそこできるようになったのかな。この励ましを武器に、ステラステージに挑戦しなくちゃ。そうですよね、プロデューサー。プロデューサーさん、まことちゃんって私が初めて会った時から変わりましたよね。そのより凛々しくなったっていうか、最近不思議な気持ちを感じるんです。まことちゃんのグッズをお店やネットで見かけるとつい欲しくなってしまって。元から日本のおもちゃとかグッズは大好きなんですけれど、まことちゃんのものは特に。ワン、そうですね。私はお友達で同時にファンになったのかもしれません。今度ファンクラブにも。ちょっと待って、シーカ、それじゃあべこべだよ。元はといえば僕がシーカのファンで。あべこべ？どうしてです？まことちゃんはもう私に勝ったんだし、今度は私がファンでもおかしくないですよね。それは。でもシーカが言ったんじゃないか。アイドルは憧れられるもので、憧れるものじゃないって。あ、そうです。外国育ちの人はこんな風に言うと便利って聞きました。私、日本語よくわかりません。ですから、まことちゃんの指摘もよくわからなくて。って、最初からバリバリ喋れてるってば。おかしいよ、シーカ。わかりません。というわけで、まことちゃん、サインもらえませんか？よかったら、この服に。シーカの服？ダメダメダメ、僕の落書きで可憐な服を汚すようなことはできないよ。助けて、プロデューサー。シーカにサインなんて本当にしてあげていいんですか？プロデューサーまでそんな悪ノリを。みんな嫌いだ。ありがとうございます、プロデューサーさん。まあ、まことちゃん、ちゃんとシーカちゃんへって書いてくださいね。さーてと、プロデューサー、このまま帰るとなんかモヤモヤするから、どこか寄っていきませんか？シーカと話してると、どうもエスコート欲が強くなるんですよね。僕の中のバランスが崩れちゃって。スマートな時間は終わりです。プロデューサーと遊んで乙女分を補給しなきゃ。いいですよね、